決勝トーナメントの輪郭がはっきりと見えてきました。日本はこの試合に勝てば E 組1位、引き分けでも3位で決勝トーナメント進出です。負けると1次リーグ敗退です。今日のイングランド戦、勝つか引き分けで日本は世界ユース3大会連続の決勝トーナメント進出が決まります。ナイジェリアの北東部バウチにあるタファワ・バレワ競技場です。1次リーグ E 組の最終戦、 E 組最下位のイングランドとの一戦です。この日本戦を迎える前の段階までの E 組の星取り表です。アメリカが3対1カメルーンを下してトップに出ました。勝ち点6、得失点差はプラスの1、2位カメルーンが勝ち点同じ6、得失点差はプラスマイナスの0。日本は勝ちますと勝ち点が6になって、勝つということは得失点差少なくともプラス1を加えますのでプラス2以上となってアメリカを抜いてトップに立ちます。引き分けの場合には勝ち点1を加えて勝ち点が4、 E 組3位ということになります。それではここまでの日本の戦いぶり2試合を VTR で振り返ってご覧いただきましょう。初戦のカメルーン戦、この試合日本は攻守の要稲本を変えての戦いとなりました。日本は前半カメルーンのチェックの甘さをついて再三チャンスを作ります。12分、小笠原からのボールを受けた酒井、キーパーに阻まれます。17分にはドリブルで持ち込んだ永井、そして前半終了間際には高原、せっかくのチャンスを生かすことができません。後半に入っても日本は優位に試合を進めます。後半開始5分、小野からのボールを右サイドから攻め上がった酒井がキープ、そしてゴール前に走り込んだ高原がヘッドで合わせて先制、ようやく1点をもぎ取ります。しかしカメルーンも不屈の闘志を見せます。後半27分、ディフェンダーの背後に回った小森が合わせ同点ゴール。そして後半44分、ついに日本はカメルーンのパワーの前に屈します。再びコモルに決められ逆転、大事な初戦を落としてしまいました。もう後がない日本、続くアメリカ戦何としても勝たなければなりません。この試合も日本は立ち上がりからチャンスを作ります。元山からの低いセンタリングを永井、そして小野、しかし決めることができません。決定力に不安を覗かせますが、前半10分、中盤での速いパス回しから相手ディフェンダーがオウンゴール。積極的な攻撃が実を結びます。さらに後半6分、スローインからのボールを受けた高原がそのまま持ち込んでシュート、貴重な追加点を奪います。2対0となってようやくアメリカが反撃を開始、日本は我慢の時間帯が続きます。アメリカの波状攻撃をしのいだ日本でしたが、セットプレーからピンチを招きます。後半28分、ディフェンダーの隙をついて北垣がシュート、1点差に詰め寄られます。それでも日本は終始安定した試合運びを見せます。後半40分、小野に代わってキャプテンマークをつけた酒井からのボールを小笠原がしっかりと決めて追加点。日本はアメリカに快勝し、決勝トーナメント進出が見えてきました。この2試合戦ってみて、自分のプレー内容をどう評価していますか？1試合目で、自分のミスというか、そんな感じで1点入ったんで、2試合終わってあんまりいい出来じゃないと思うんですけど。イングランド戦で最も重要なことは何だと思いますか？最も重要なことはやっぱり今まで通り、ラインの押し上げをしっかりすることだと思いますけど、はい。守備の要、手嶋選手のインタビューも合わせてご覧いただきました。さあ、タファー・バレワ競技場に両チームの選手たちが入ってきました。左青日本、右イングランドです。日本は勝つか引き分けで決勝トーナメント進出、負けると1次リーグ敗退です。
今日も引き締まった集中した表情の日本のイレブンです。一方のイングランドはもう決勝トーナメントに進出の可能性はありません。この試合の解説は加藤久志さんにお願いをしてまいります。加藤さん、今両チームのイレブンの国歌、はい、表情が対照的でしたね。そうですね、まあ、イングランドはもう予選リーグ敗退が決まりましたけども、なんかこの試合にかけるこう意気込みっていうんですかね、肩を組んでですね、まあ、サッカーの母国ですから、このまま勝ち点ゼロっていうわけにはいかないでしょうしね、そういうまあ彼らの意地っていうものが出たらですね、日本にとっても手強い相手だなというふうに思いますけどね。その日本は勝つか引き分けで決勝トーナメントというこの状況ですが、さあそれでは日本のスターティングイレブンをご覧いただきます。ゴールキーパー今日も南、ディフェンスは3人です。手島が中央、辻元が右、そして12番の中田が左です。ディフェンス3人、中盤は右に酒井、小笠原はやや攻撃的、本山は左、遠藤が守備的な位置、そして小野も攻撃的な位置、ツートップは高原と永井です。日本は初戦からずっとこのメンバーです。稲本は怪我の回復具合、もうゲームにも出られる状況ですが、チームが非常にいい状態なのでということで、あえてメンバーを変えてきませんでした。日本チーム加藤さん、日本は勝つか引き分けで OK なんですが、この状況の精神面に与える影響というのはどうなんでしょうかね。そうですね、まあ、ゲームに臨むにあたってはですね、その引き分けでいいとかっていうふうには思ってないでしょうし、まあ、早めにですね、先取点を取りたいなという、はい、まあ、そうすれば向こうもですね、かなり前に出てきますんで、日本のチャンスがさらに広がると思うんですけどね。そしてイングランドです。イングランドは今日ゴールキーパーを変えてきました。今大会初出場のラチュブカ、ディフェンスは4人、リンカーンはおそらくもう少しディフェンスラインよりも前で中盤で仕事をすることになると思います。ライト、ハスラムのセンターバック、マーフィーがおそらく左、中盤は4人になると思います。右から2番のリンカーン、ニコルス、ベルナザ、そして11番の一番下のエザリントンも中盤の左サイドになると思います。右サイドのディフェンスには16番のクーパー、ツートップはダドリーとジョンソン、 4-4-2 のイングランドです。今日のレフリーはチュニジアのダーニさん。さあ決勝トーナメントへ向けて、一次リーグ E 組の最終戦、日本対イングランド戦、まもなくキックオフです。この放送は生中継でお伝えしています。さあ今前半のキックオフです。まず縦に蹴り込んでくる日本、高原へのボールでした。アドバンテージを見ています。左のディフェンスの中田、10番はアントラーズ本山です。左サイドのハーフ、そしてここに小野、その小野に対して15番のニコルスのチェック。1戦2戦とおそらくイングランドも日本チームを見て、この小野へのマークは今日は厳しくなってくると思うんですね。そうですね。さあ本山です。小野のサポート、さあゴール前に入れてくる、落として高原のシュート、ディフェンス入りました。なかなかいい形でした日本。そうですね、今小野君からいいクロス上がりましてね、そのボール高原君がダイレクトで
打てるぐらいのところでしたけどね、胸で止めてそのまま打ちましたけどね。高原は今大会ここまで2試合連続得点、まあ、本人はその出来にはまだ満足はしていないようなんですが、最低限の結果を残しています。さあ左にスピードのある永井です。中に入れて本山、戻して小野、あっと、今大会のこの小野の出来、加藤さんどうご覧になってますか？そうですね、相手チームもですね、小野君にガンガン来るかなと思ったんですが、意外とフリーなんですよね、フリーの割にはちょっとミスが多いかなという感じがありますけども、ただ彼のボールはですね、もうこれが取ったらもう得点というような決定的なボール出しますんでね、まあ本当に相手チームにとっては怖い存在ですよね。最初に15番のイングランドの守備的な中盤の選手ニコロスに激しいチェックを受ける場面がありました。小野、イングランドはこういう形で長いボールを蹴ってくるケースが今大会目立ってますが、そうですね、まあ2トップにですね、早めにボールを入れて、それで押し上げてくるという形を作りたがってますけども、まあ、1戦目2戦目はですね、かなりこの暑さにですね、循環してないなという感じが、もう少し気温が低ければもっと違うサッカーになってるんだろうなと思いますけどね。さあ日本はこの立ち上がり左サイドからの攻撃が多いようです。ここまでは日本がこの立ち上がりはやや優勢。一つ高原にシュートもありました。本山、イングランドボールです。立ち上がりはこの本山、さらに小野を起点にした攻撃が多くなっている日本です。日本ボールです。こちらイングランドのラムジー監督、イングランドはワールドカップを沸かしたオーエンもメンバーに入っていませんし、プレミアリーグが終盤を迎えているということで、このユース年代もその主力を成してきた選手たちがほとんど参加をしていません。去年のヨーロッパ予選に出た選手は3人だけ。さあまた小野からですが、こういうところがちょっと小野君らしくないなと今回はありますね、こういう場面がね。アメリカ戦も一つ決定的なシュートという場面があったんですが、はい、日本はこの13番の小野と8番の小笠原の2人の攻撃的な中盤、守備的な中盤には遠藤がずっと入っています。稲本は今大会まだ出場はありません。そして右のアウトサイドに酒井、左のアウトサイドに本山という、本来はサイドでプレーをするタイプではない選手が入っています。さあ小野がドリブルで仕掛けてくる、オフサイドです。高原はオフサイド、惜しかったですね今ね、うまくディアゴナルに斜めに走ってですね、受けようとしたんですけど、まあ今みたいにイングランドのディフェンスラインフラットでやってますから、はい、4人がフラットに並んでますね、はい、このラインをですね、突破するっていうのは普段ですね、ゾーンディフェンスに対して高原君いつも日本の J リーグでもやってますんでね、さあイングランドチャンスになるか、抜けてくるのは2番のリンカーン、ゴールキックのようです。マンマークで高原君あるいは小野君あたりが抑えられる可能性っていうのはこのゲームでは多分ないでしょうから、はい、まあ、普段日本でやってるその感覚をですね、そのまま活かせるかなっていう感じはしますけどね、ここまでイングランドは 4-4-2 のフォーメーション、最終ラインもそして中盤もゾーンで守っている感じです。まあ、中盤もですね、4人が、まあ、横一線フラットに並ぶような形を作ってますよね、まあ、ゾーンの良さっていうのは局面局面で、さあ小野です、小野が狙ってきた、いい判断ですね、狙っ
ってきました。この小野へのプレッシャーのかかり具合というのはイングランドチームどうなんでしょうか。いや、こういう局面でもですね、ボール持ってる選手に対して数的優位で囲んでいくっていうのが、まあ、ゾーンの特徴なんですけども、まあ、コンディションが悪いせいですかね、やはりそのプレスが かけきらないっていう状況がありますんで、そうなるとやはりそのゾーンというのはもうどこへ行ってもフリーだという状況になってきますから、日本ボールです。今大会のイングランドチームは動きに精細のないような感じが見て取れます ね高原、まあ、この試合は2試合目ですから、ちょっと遅い時間ですからね、現地時間の午後7時キックオフです。少し気温が下がっている時ですから、まだ前の試合よりは楽かなという感じはありますけどね。イングランドはこの長いボールが一つの攻撃の形。日本ボールです。守備の要のサンガの手島の応対です。さあ日本ボールのスローイン。この日本の最終のディフェンスライン、1戦目から2戦目に向けてのその修正点もあったと思うんですが。そうですね、まあ、どうしても3バックですから、両サイドのスペースに早くボールを入れられるとですね、対応が遅くなりますから、そこでサイドから中に入ってくるボールの時にですね、やはり人を掴むという意識がもう少し欲しいなという感じがしましたけどね。そしてもう一つはキックオフの前にご覧いただいた手島のインタビューにもありましたが、ラインの押し上げにこの最終ラインの選手たちは気を使っているようです。逆に日本長いボール、高原だ。さあ小野がゴール前に入ってます。さあ後ろから長いが来た、チャンスになる、折り返して、あーっと、その折り返しのボールにやや正確性がなかった日本。しかし高原が一つポストのような形になって味方の攻撃参加を引き出しました。ここまでは日本は高原がよく攻撃に絡んできています。日本のプレスはどうでしょうか。この辺りからかけに行っています。ゴールキーパーは南。この南と永井は2大会連続の出場になります。前回のベスト8メンバーの2人です。12番はアントラーズの中田。このチームでは3人のディフェンスの左サイド、そして手島から向こう側サンガの辻元へ、この3人のラインディフェンスです日本。まあ、南は初戦はディフェンスラインとの連携ミスでの失点という場面もありました。今日本がなかなかこう中盤にパスがつなげなかった。そうですね、イングランドの2トップがですね、かなり高い位置にポジション取ってますんで、まあ、その辺でディフェンスラインからですねつなぐときに少しこうなんていうんですか、慎重になりすぎているという感じがありますよね。さあ日本ボール、小笠原、キャプテンマークは小野。さあ小野です。ちょっと相手の選手のチェックの前にバランスを崩しました小野。しかし高原が高い位置から積極的に相手のコースを切りに行ってます。本山、ここに小笠原、アントラーズのコンビです。イングランドボール。今パスを受けた8番の小笠原がアメリカ戦で決定的な3点目のゴールを決めました。前半10分を過ぎました。まだ両チーム得点なし。ここまでチャンスの数は日本に2つから3つとやや多くなっています。長いボールを入れてくるイングランド。ボールこぼれて日本です。笠原から小野、もう一度笠原、さあ奪ってイングランド。ここは中田の応対です。本山、この辺りこうスキルフルなプレーを見せますと、そうですね、
場内が敏感に反応します。さあ高原だ、チャンスになるか、後ろから長井、ありますよ長井だ、ゴール前に高原がいます。さあどうする長井、右に流して、あっとちょっと小笠原と合わなかった。これで長井自身の送ったラストパスがやや正確性に欠ける場面が2つ。あしかしまた奪います日本、長井。長いボールを入れてくるイングランド、ただこの長いボールに対してはここまでは日本のディフェンスラインはほぼパーフェクトです。いいディフェンスですよね、今もね、まあ、不慣れなポジションの中田ですが、はい、今大会本当によくやってますよね、彼はね、まあ、ややこの右サイド、相手にとっての右サイドのスペースからチャンスを作られるという場面も目立つんですが、それにも増して不慣れなポジションで成果を上げている中田の今大会です。このロングスローはちょっと気をつけなきゃいけないですね、アメリカの攻撃の起点はこの、失礼、イングランドの起点は17番、オーバーヘッドに来た、ここは落ち着いて南、ちょっと日本は今ボールを見てるような感じになってしまったんでしょうか、まあ、あの辺はだいたい人を捕まてはいるんでしょうけどね、どうしてもやはりそのこぼれ球の予測っていうんですかね、その辺がまずいとああいうふうに先に触られてしまうんですよね、また右サイドからイングランド、この16番は右サイドのクーパーです。去年のヨーロッパ予選の段階から出ていた3人の選手の1人、その3人は16番のクーパーと先ほどロングスロー17番の攻撃の中心選手、ゲームを作るベルナザ、さらに今日はエントリーされていませんが10番のピアシーの3人です。イングランドはロングボール主体のサッカーの中で17番のベルナザが一つ攻撃を組み立てる役割をします。まだ今大会はイングランドは得点なし、2敗です。さあ日本チャンスになるか、またイングランドは長いボール、手島、ここは手島の落ち着いた応対です。初戦では今のチャンスになる長いだ、あーキーパー出ます、イングランドのラチブカ出ました。この辺簡単にボール触らせてくれますんでね、まあプレスをかけきれないっていう感じですよね、イングランドはね。さあこのボールが通ればイングランドチャンスになるでしょうか、中に入れてくる辻本がタッチにいます。もうこの辺もまたロングスローがあるでしょうからね、日本としては今日は本当に相手のセットプレーですね、コーナーキック、フリーキック、またこの17番のベルナザのロングスローです。先ほどはこのロングスローからイングランドに一つシュートがありました。中に入れてくる、相手に渡ってしまった。さあ日本危ない、南が出ます、よく出ました南、しかしどうでしょうか、イングランドのハイボールを使った攻撃に対して日本の今の一連の守備ですが、そうですね、今の場面です。いいポジション取ってますから、まあ、ああいうふうにしてきちっと相手の体ブロックしておけばですね、そう怖くはないと思うんですよね。前半の15分を経過、ちょっとグリーンにしてるでしょうか、ここから中田の応対、あっと中田のファールを取られました。ツートップの一人、9番のダドリー、まあ、ここ 1,2 戦を見ていますとさほどスピードのあるタイプの選手ではありません。そうですね、
イングランドのツートップはそれほどスピードがあるとは思えないんですけどね、むしろこのパワープレー気味の攻撃を武器にしている、そのターゲットになる選手という感じですね、はい、そうですね。さあしかしセットプレーのピンチです。日本前半の16分要注意。15番のニコロスが入れてきます。ゴール前に2人、さらにもう1人入ってきました。直接来た11番のエザリントンでしょうか、左利きの中盤の選手、直接狙ってきました。イングランドチームは右足で狙うところは15番のニコルス、そして左足で狙うところはこの11番のエザリントンが蹴ってきます。まあ、角度からいって今直接ね、狙えるいい角度ですからね、まあ、本人はもうちょっとこう低いボール狙ったんでしょうけどね、オフサイドです。この辺り日本の最終ラインのラインの押し上げはどうでしょうか。いや全く問題ないと思いますけどね、まあ、こういう集中をですね、やはりその切らさないようにお互いに声をかけ合うってことも大事ですからね、追いかける本山、さあ奪って日本小野、小野に対して15番の守備的な中盤ニコロスのディフェンスです。今日はイングランドあの位置でですね、今小野君3人に囲まれましたけども、あっと小野のやや深い危険なタックルでした。16番のクーパーに対して、画面でははっきり捉えていませんでしたが、おそらく今のプレーで小野にイエローカードが出たと思います。まあ、ちょっと本人もこうフラストレーションが溜まっているようなところはありますよね。小野のイエローカードは今大会これが1枚目。さあイングランドボールのフリーキックになります。またエザリントンですが、ここはおそらく前線の選手に合わせてくると思います。入れてきました。小笠原のクリア、高原、オフサイドをかけに行った日本の最終ラインですが、ちょっとこのところですね、はい、イングランドに押し込まれる時間が長いように思いますが、そうですね、まあ、イングランドこれまで2戦よりもですね、中盤のプレッシャーがですね、まあいいなっていう感じはしますよね。イングランドは2戦2敗、もう決勝トーナメント進出の可能性はありません。日本は勝てば E 組1位、引き分けでも E 組3位で決勝トーナメントです。まあ、相当こう暑さにも慣れてきたのかなという感じがありますね。キックオフ前の気温が33度、イングランドの選手の中には長袖のウェアを着ている選手もいますが、中には半袖の選手もいます。まあ、第1試合だと36度以上ですか、多分これ3度ぐらい下がっても結構こう涼しいかなという感じがあるんじゃないですかね、はい、乾燥しているアフリカの気候です。ロングボール入れてきて、まあ、やることは大体分かってますからね、イングランドの攻撃、あの辺でしっかりしたポジションを取ってですね、やはり相手にヘディングをこう自由にさせないっていう、体の当て方っていうのがね、一番大事ですね、この試合はね。そのあたり日本はですね、初戦のカメルーン戦の前半の終盤から後半にかけてのカメルーンのプレーで分かってると思うんですね。はい、中田、この遠藤から高原、さあそしてチャンスになる、長いだ、フリーになってる、1対1だ、キーパーに当ててしまった、
決定的なチャンス逃しました。長い後半の20分の日本完全に抜け出しました。長い、そうですね、今イングランドのディフェンダーとですね、ゴールキーパーが来てると思ったんでしょうね。止まりましたからね今ね。この試合最初のビッグチャンスでした。そうですね、本当にビッグチャンスでしたけども、ちょっとあの右のポストに流し込もうと思ったんでしょうけどね、キーパーがよくこう最後まで見てましたね今ね。永井は今大会まだ得点がありません。シュートに来たでしょうか。いや今中に合わされたらちょっと怖かったんですけどね、ここまで2試合動きに重たさあるいは精細のなさのようなものを見て取れたイングランドですが、この試合は先ほど加藤さんがご指摘もありましたようにだいぶこの動きに躍動感のようなものが、そうですね、これまでの2試合と比べたらやはりちょっと今日はコンディションがいいかなという感じしますね。ここまで日本にシュート3本、イングランドもシュート3本です。逆にイングランドのディフェンスはここまではどうなんでしょうか。そうですね、先ほど永井君が全く1対1になりましたけども、ちょっと不用意なところはありますけどね。やっとあーカードに手が行きました。倒されたのは本山です。16番のクーパーでしょうか。そうですね、今ちょっとただこの本山ちょっと相当に痛そうです、はい、ただ今みたいにクーパーがですね、相当の勢いでプレスかけに来ましたけども、ああいうようなかけ方っていうのはこれまで2戦っていうのはなかったですからね、15番のニコルスでしょうか。そうですね、まあ、中盤の選手でしょうからね、まあ、イングランドらしいと言ってしまえばそれまでですが激しいプレーでした。本山はしかし大丈夫です。15番のニコルスに警告、ニコルスはこれが2枚目の警告です。ただイングランドはもう決勝トーナメント進出の望みはありません。試合前に日本の山本コーチが言っていましたが、この試合は技術面、戦術面、さらに相手がどうこうということではなくて、自分たちのチームの精神的な部分が最大の問題なんだという話をしていましたが、この一戦に集中をするという気持ちを忘れないでほしいという話を山本コーチがしていました。まあ、日本の選手もですね、相手の中盤のラインを越えてボールを持ったらですね、いろんな変化をつけられますし、やはりかなり攻撃のですね、良さっていうんですかね、それが出てくると思うんですけどね。まあ、それ以前でやはり引っ掛けられるとやはりきついなという感じはありますけどね。立ち上がりこそ 2,3 相手陣内深いところでいい攻撃がありましたが、その後は永井の突破の一つだけというような日本の攻撃の印象です。中盤に早くこう預けるタイミングがありそうなんですけどね、やはりこうやって回していると中盤が狙われているという感じがあるんじゃないですか。危ないですね、これは危ない。日本シュートミスに救われました。8番のジョンソンです。あ、今のは手島のパスだったでしょうかね。それ引っ掛けて、まあ助かりましたね。ただあれだけディフェンスラインで回さざるを得ない、そしてロングフィードをしようとしているということは、中盤の選手たちが
かなりきつくマークされているという。そうですね、もう出すところが狙われているということで、なかなか出していけないんですね。イングランドは 4-4-2 のシステム、日本は 3-5-2 のシステムです。富山、今日は日本は1戦2戦といいプレーを見せた酒井がほとんどこの攻撃に絡んでくるという場面がありません。その酒井へのボール、日本の攻撃はここまで真ん中よりも左サイドにやや偏っています。まあ、中盤がこうマークされているんでしょうから、そこの一山越してですね、トップの選手にまあ低いボール、おっとシュートを狙ってきた。今のはおそらくキーパーが前に出ているのを見て直接狙ってきたんだと思います。酒井君ですね。なかなかこれまでのように小気味よく日本はパスがつながりません。それだけイングランドの中盤でのプレッシャーが効いています。さあ抜けてくる本山、上沢田だ、さあ本山、とわずかに合いませんでした。本山、小笠原、本山というワンツー、なかなかキレのいいドリブルでしたけどね、自陣から持ち込んでのこの、ワンツーでしたが日本わずかに及びませんでした。このプレッシャー、相手のプレッシャーがきつい中での加藤さん、今のようなチャレンジですが、そうですね、やはりどこかで数的を崩していく、無理 しないとですね、崩れませんからね。やはりこうパスのタイミングが全部狙われている、そういうところでギュッと入っていくっていうのはですね、非常に相手のこうディフェンスの組織を崩 しますよね。そして今画面に映りましたが、日本は交代選手がスタンバイをしているようです。4番の石川のようです。左のアウトサイドのプレイヤーです。ここまで1戦2戦とも後半の途中から指導している石川ですが、先ほどの本山の足首を痛めたシーンがありました。そうですね、まもなく前半30分になるところです。さあイングランドチャンスになるでしょうか。今は辻元の対、さあ抜けてくるチャスだが飛び込んでコーナーキックです。ちょっとヒヤリとしました日本です。そうですね、さあイングランドのコーナーです。このコーナーキックも本当に気をつけなきゃいけませんね。ゴール前に2人、ペナルティエリアの中にはさらに3人の選手がいます。イングランドカーブをかけてきて飛び込んだ、あっとホイッスルが鳴ってます。その前にホイッスルが鳴ってます。今のはシュートが決まる前にすでにホイッスルが鳴ってます。イングランドのファウルを取ってます。いや助かりましたね。危なかった、ヒヤリとした日本です。今の場面、ここで高原の肩に手を乗せてこの4番のライトがヘディングをしています。ライトのファウルを取りました。今日のレフリーはチュニジアのダーミさんです。助かりました日本。
そうですね。しかしこれはやはりこれからも気をつけなきゃない場面ですよね。さあここで日本に選手交代がありそうですが、その前にイングランドの選手が一人背中かあるいはお腹のあたりに足が入ったでしょうか。日本は石川がスタンバイしていました。これ加藤さん、これまでのところ特に出来の悪かった選手というのが見当たりますか。そうですね、まあ、この試合をですね、今から点取りにかかる仕掛けをするっていうのはですね、14番永井との交代です。先ほど決定的なゴールキーパーと1対1の場面を外した永井ですが、そして石川があります。この石川は左のアウトサイド専門の選手、左利きの選手です。筑波大学。そして元山君を前目に持っていくんじゃないですかね。元山君か小笠原君。元山も本来は 1.5 列目でプレーをするタイプの選手ですので、高原のワントップ気味、その少し下の位置に元山というような形になってくるでしょうか。そうですね、元山君、小笠原君を乗っけると、やはりそうです。ここに今ボールにチャレンジしたのが元山です。9番高原、ジュビロの高原です。今大会2得点。ここで照明が少し落ちましたね。落ちました、ただプレーは続いてます。日本は集中切らさないことが大切です。さあミドルシュートに来た。照明が落ちて場内が少し騒然としていますが、プレーは続いています。向かって左側の照明が落ちたようです。危ない。辻元のミスから、さあ奪って日本中田、なかなか前線にパスがつながりません。こちらのゴール側の照明が今2基電気が消えていました。そしてここで復旧してきたようです。珍しいですねこういうのもね。ナイジェリアのバウチタファワバレワ競技場です。世界ユース選手権 E 組の最終戦です。さあ石川って入った石川です。日本オフサイドを取りました。ディフェンスライン、この辺りの押し上げどうでしょうか。そうですね、非常にいいと思いますよ。そしてトルシエ監督が4番の石川を入れた意図ですが、加藤さん。そうですね、まあ永井君のその体調っていうんですかね、その辺も考えたんでしょうね。まあ元山君がやはり体のキレもいいですしね、あそこでやはり真ん中でもうちょっと前の地域からドリブルが始まるとですね、シュートまで行きますんでね。ここまで日本は相手の中盤のプレスの間にやや苦しんでます。もう一つは石川君がやはり左からですね、左利きですからいいクロス入れますんでね、初戦のカメルーン戦も交代して入ってすぐ後に2本3本といいクロス入れてましたね。マンド君に合わせたボールなんかいいボールでしたけどね。ここはロングスローはありませんでしたイングランド。日本の選手が1人倒れてます。まもなく前半35分になりますが、両チーム得点なし。先ほどファウルでノーゴールになったイングランドのコーナーキックの場面です。いやこれはどこでファウルがあったんですかね。しかし本当に助かりましたこれはね。さあまたしかしイングランドのコーナーです。イングランドのセットプレー、日本にとっては要注意です。ボール正面に送ってきて、ここはよく競りました。まだこぼれてる。足が高く上がりました。日本の関節フリーキックです。ここもしかし少し日本にとってはヒヤリとするそうですね。今しかし手島くんですかね、最初のボール、いいヘディングしましたよね。今のぐらいのボールですと
ゴールキーパーの南の守備範囲と見ることもできるかとも思うんですが、はい、しかしいいジャンプしますからね、イングランドの選手はね。中田、南、こうして日本はなかなか前半の15分を過ぎたあたりから小野がいい形でボールを受けられなくなりました。小野、さあ小野どうする、右に開いて酒井で す, です、ね、さあいい形になる日本、ゴール前に送ってきて、あっと合わない、近いところに高原、遠いところに本山といましたが、しかし日本のコーナーです。日本のコーナーはこの試合これが初めて、ようやく酒井がいい形で攻撃に参加してきました。そうですね。そしてその前は小野が一つ起点になりました。今の酒井からのクロス、さあこのコーナー日本は小野です。日本は今大会はセットプレーからは得点はありません。ミドルシュートに来た、コンビプレー合わせていきました小野、小笠原のシュートです。この小笠原、アメリカ戦で決定的な3点目。日本の今の布陣はフォワードに高原、その下 1.5 列ぐらいに本山、さらにその下に小野と小笠原、右に酒井、左に石川、中盤の守備的な位置に遠藤、こういう中盤から前の構成になっています。今日の試合はですね、もう最終ラインはもうセーフティーファーストでいいと思いますよね。あんまりつなぎっていうことを意識してですね、そこでカットされると一番怖いですから、今日はあんまり綺麗なサッカーを望むことはない。さあ抜けてきた高原だ、チャンスになるか、切り返してシュートは、あっとまたキーパーだ、しかしまだ日本、石川、日本また決定的な形決められませんでした。小野、遠藤、もう一度小野、さあ本山から高原、高原のファウルを取りました。いやー日本はまたいい形だったんですが、そうですね、日本ボールですね。いや逆です、日本ボールです。互いに足や高が上がるような形になって、さあ先ほどの高原のプレー、ここでうまく切り返してですね、ただ少し切り返しが大きくなって余裕がなくなりました高原。そうですね、さあこのフリーキックですが、ボールのところには、あ、関節です、関節フリーキックですので直接は蹴れません。小笠原と小野がボールの近くに行って、後ろは石川でしょうか。さあ石川の左足、決まりました日本。前半の40分、交代出場石川、関節フリーキックを叩き込みました。日本決勝トーナメントへの先制点。これはいいシュートでしたね、関節フリーキックから見事な小野が止めて、左利きの石川、今かなりイングランドの選手が寄せてきたんですけど、石川君落ち着いてましたよね。この石川は今大会初得点です。その初得点が日本の決勝トーナメントに向けての大きな先制点。いや、いい時間帯に取りましたね、前半の40分です。さあこれは日本にとってはこの試合、そして決勝トーナメントに向けて、加藤さん、大きな1点だと思いますが。大きな1点ですよね。これでやはり相当選手も余裕が出ると思いますけどね、あ、そして少しイングランドが前がかりになっているでしょうか。またチャンスになる、本山です。少し中盤に日本にスペースが出てきました。イングランドはこの試合にたとえ勝ったとしても、もう決勝トーナメントには進めません。
前半は残り5分。中に入れてくる手島、石川、ちょっとこのパスは不注意だったでしょうか。入れてきて ややどうでしょうか。イングランドは前がかりになってきたような感じでしょうか。そうですね、それよりもあの日本の選手の方がですね、なんかこう重りが取れたっていう感じがしてきましたよね。イングランドはもう決勝トーナメント進出の可能性はありません。依然として競技場片側の照明が落ちたまま、前半途中交代出場の石川の先制ゴールで日本が1対0とリード。ここはまた関節フリーキックです。この15番のニコルスが足を高く上げて飛び込んでいきました。前半の途中にイエローカードを設けているニコルスです。イングランドは今日はこうして右サイドからの攻撃が多くなっています。その相手の右サイドに本来は左サイドのディフェンスを担当する石川をこう途中で入れてきて、その石川の関節フリーキックからの先制ゴールで日本1点をリード。さあまたロングスローに来そうです。空中戦は日本要注意。飛び込んでくる、あ、ここは落ち着いて繋いでます。手元の時計では前半残り2分。この放送は生中継でお楽しみいただいています。日本は勝てば1次リーグ E 組トップで決勝トーナメント進出、引き分けでも決勝トーナメントです。負けた場合には1次リーグ敗退。前半の40分に日本が石川の得点で1対0とリード。その石川、このチームの中でただ一人の大学生です。藤枝東高校から筑波大学、現在2年生。さあワンツーで入れてきた、チャンスになる小野だ、小野さあ小野は、あっと打ち切れない。よく帰りましたイングランド。いや、この前の展開は本当に見事でしたね。日本らしいダイレクトのパスのつなぎから相手を崩して、はい、そして第2列から小野が飛び出していきました。ゴール前に高原待ってます。落として、また石川が奪って先制点の石川。ここは手島のカバーリングです。手元の時計ではまもなく前半45分、40分に日本の先制ゴール。中に入れてくる南、ちょっと一瞬、いや当たったんですね今ね。ロスタイム2分という表示です。少しディフェンダーの足にボールが当たって不規則な回転になりました。ゴールキーパーの南は今大会ここまではやや不安定なところも垣間見せていましたが、今日はここまでは落ち着いたゴールキーピングです。そうですね、またダイレクトでつなぐ日本。さあスペースに出ます。イングランドゴール前に選手が詰めていっている、中に入れてくる。このサイドからのボールに対しては日本きっちり対応していました。
さあロスタイムに入って間もなく1分です。前半ロスタイムは2分。ただ中盤でまだイングランドもよくボールを奪ってます。そうですね、まあ、ここはもう1秒で確実に終わると、まだ出てません。ここでイングランドボールのスローインです。もうほとんど前半の残り時間はありません。この時間は日本は慎重に進めてもらいたいところ。そうですね、ゴール前に抜けて、さあ南が出てます。高さのある南。そうですね、今いいキャッチしましたね。さあスルーパスを振る、オフサイドない。小笠原、このボールもまたイングランドです。さあ前半のロスタイム2分を経過しています。ここで前半終了です。これは先ほどの南の高さのあるプレーの場面。今大会はディフェンスラインとの連携で痛い失点も喫した南ですが、さあ前半終わって1対0日本のリードでハーフタイムです。前半の途中イングランドのコーナーキックからヒヤリとする場面もありました。そうですね、しかし本当にいい時間帯に石川君が入れましたね。でだいぶ選手だけじゃなくてベンチも随分肩の力が抜けたんじゃないですかね、はい、さあそれではここで6つのグループ A グループから F グループまでその対戦成績をご覧いただきます。 A 組からです。 A 組は1位のパラグアイ、2位のナイジェリア、そして3位のコスタリカがもう決勝トーナメント進出を決めています。2位までは各チーム無条件で決勝トーナメント、6つのグループの3位チームのうち成績上位の4チームが決勝トーナメントに進みます、他の3位チームとの兼ね合いの中でこのコスタリカはもう決勝トーナメント進出が決まっています。 B 組です。ガーナ、クロアチア、そしてこの組も3位のアルゼンチンまでが決勝トーナメント進出が決まっています。アジアのカザフスタンは4位です。そして C 組、メキシコとアイルランドが決勝トーナメント進出、オーストラリアは3位ですが決勝トーナメントには進めませんでした。1次リーグ敗退です。サウジアラビアは世界ユース勝つことができませんでした。 D 組です。マリとポルトガル、そして3位のウルグアイまでが決勝トーナメント進出が決まっています。そして E 組は後ほどご覧いただくとして F 組です。ブラジルがすでに決勝トーナメント進出を決めています。スペインとザンビアはこの後の試合いかんということになります。現在同時刻キックオフでゲームが行われています。さあそれでは日本の入っている E 組、ここで改めてご覧いただこうと思います。日本は勝てば勝ち点3を加えて勝ち点が6になります。そして勝つということは得失点差が少なくともプラス1を加えることになりますので、アメリカを上回ってトップに出ます。引き分けの場合には勝ち点4ですが、他のグループとの兼ね合いで日本の決勝トーナメント進出が決まります。負けた場合には1次リーグ敗退です。すでにカメルーンとアメリカ、アメリカとカメルーンは決勝トーナメント進出が決まっています。さあこれからいよいよ後半ですけれども、加藤さん、後半に向けて日本チームに臨むこと、そうですね、やはりディフェンスのその人数をですね、攻撃行った時に後ろからどんどん出ていくことは、今日は酒井君なんか右サイドあんまり出てきませんけども、あれでいいと思いますね、まあ、高原君、それから本山君、小野君、小笠原君、この4人がいればですね、十分に点取る形作れますんで、
後ろの選手はやはり攻めている間にディフェンスの準備をきちっとしておく、そういう試合展開でいいんじゃないかね。考え方としては日本は引き分けでも決勝トーナメント次のラウンドに進むことができます。で、はい、現在1対0とリードしています、はい、これ後半は慎重な試合運びでいいという。そうですね、やはりディフェンスラインで穴を作らないと、それで取ったら早く前の選手に預けてやる、前の選手はやはりドリブルでもいけますし、早いパス回しでいけますしね、まあ、そういう中から2点目を取りたいところですよね。できる限りリスクを負わないで、そうですね、今日は本当にもうノーリスクで、はい、途中ディフェンスライン手島からのボールをですね、前でカットされて、はい、あわやという場面もありましたし、はい、ただ1点取ったことでですね、かなり落ち着いたかなっていう感じはありますんでね、今日はあんまり僕は心配してないんですけどね。それともう一つがイングランドのセットプレーが要注意だと思いますが、そうですね、ですので自陣であまりファウルはしない、そうですね、あの辺はもうじっくりこうボールをしっかり見てですね、あんまり慌てていかないということが大事ですね。その守り方同様に日本としてはその慌てないで十分いいわけですよね。これ1対0とリードしてるわけです、ね、そうですね、もうコーナーキック、それからまあロングスローもですね、嫌ですけども、しっかり正しいポジションを取ってればそんなにやられるもんじゃないと思いますから、はいはい、それ以外はそれほど怖い攻撃をですね仕掛けてくるわけではありませんのでね、まあ、今日は本当に、後ろの方も落ち着いてやれば、まあ、このままいけるんじゃないかなという感じはしますけどね。そしてもう一つは少しイングランドのですね当たりが激しくなっている、はい、で日本には、イエローカードをこの1次リーグで1枚もらっている選手が、先ほどの小野、それから本山、遠藤、辻本と4人います、はい、そうですね、まあ、不用意に、まあ、つまらないイエローカードっていうんですかね、そういうのもらわないように、しないといけませんね、はい。さあ日本の選手たちがまもなく姿を現してくるでしょうか。ナイジェリアの北東部バウチのタファワ・バレワ競技場です。1次リーグ E 組の最終戦、日本は勝てば決勝トーナメント、引き分けでも決勝トーナメント。前半は1対0と日本リードです。前半の途中に向かって左側の照明2機が消えたこのタファワ・バレワ競技場ですが、このハーフタイムの間に復旧しているようです。この放送は生中継でお楽しみいただいています。解説は加藤久志さんです。日本チームですが、この映像で見る限りはこの後半に入る段階での選手交代はないようです。前半石川の関節フリーキックが決まって1対0、日本がリード。一方のイングランドとしてはこの後半のゲームの考え方というのはどうなんですか。そうですね、まあ、変化のつけようがですねなかなかないなという感じがあるんですけどね、まあ、トップの選手でもそんなにスピードのある選手がですね、あるいは高さがある選手がいるわけじゃないですからね。さあ後半が始まりました。日本の決勝トーナメントへの後半45分です。さあ奪って日本、小笠原から逆にイングランド、ベルナザから南です。この今日の南のプレーはいかがでしょうか、ね、特に問題はありませんよね、ハイボールにもいい飛び出ししてキャッチも安定してますからね。南は2大会連続の出場です。ハーフラインの手前から前線に目がけて蹴ってきますイングランド。さあイングランドフリーキック、
もうセットプレーは要注意です。そうですね、高いボールを入れてきた南が出ます。あっとこぼれてるが南に対するファウルを取ってます。そして南が頭を押さえて倒れ込んでいる。ああ南大丈夫でしょうか。今相手の選手と空中で交錯しました。そうですね、今はからですね、その場面です。あ、後ろから行った選手がですね、南君の頭に肘を入れてますね。 これね、この4番の選手ですね、はい、4番のライト。あ、南大丈夫です。1戦目のカメルーン戦ではディフェンスラインとの連携ミスで同点ゴールを許してしまった南ですが、今日は安定したセービング。高原、富山から小笠原、小笠原まだキープしている。日本ボールです。富山、酒井、久しぶりに酒井の攻撃参加。さあ酒井から小野だ、小野浮かしていった、決まった。日本決勝トーナメントへ大きく前進する2点目。後半の4分、2対0、日本リード。小野がうまくコントロールして浮かしていきました。酒井君がね、右からいい具合に、でここで浮いたボール、これは小野君らしい、本当にあの心にくい技ありですね、これはね、本当にここ2試合のシュートミスをしている小野とは別人のような、小野本来の姿が蘇ってきました。しかしよく見てましたよね、今ね、絶妙のループシュート。さあこの2点目は日本にとって加藤さん、これ大きいですね。これで決まったでしょう。日本は引き分けでも決勝トーナメント進出です。後半の4分に小野の追加点。日本の選手が1人足を痛めていましたが大丈夫です。石川君ですかね、日本選手にとってはイングランドの選手の激しい当たりの前に怪我も要注意。酒井がこの後半になってだいぶ高い位置に出てきました、ね、はい、本山キレがあります。本山高原へ。さあ逆にイングランドカウンターです。中に入ってくる、シュートに来た、がっちりと南。後半開始早々に2点目を奪いました日本。今の8番ジョンソンのシュートです。この辺りも詰めてきていますので、そうですね、まあ、ああいうところは本当に南君気を抜いたらダメですね。さあディフェンスラインの裏に来る日本、チャンスだ。ちょっとイレギュラーなバンドになって本山抜けてくる、本山あっと最後ボールが足につきませんでした。いや今ちょっとイングランドの選手手で引っ張ったような感じがありましたけどね。ただ動きにキレがあります、本山です。小野、同点ゴールを失礼、2点目のゴールを奪った後も日本攻勢が続きます。ただ加藤さん、ここでの考え方として3点目を取りに行くのか、はい、あるいは落ち着いたゲーム運びをするのか、まあ、あのこのペースでですね、やっていけば、まあ、3点目も生まれるなっていう感じはありますんでね、そんなに無理して後ろの選手がどんどん行くことはないと思いますよね。さあここでイングランド選手の交代です。2番の中盤の右サイドのリンカーンに変えて7番です。
7番のクラウチが入ります。さあ長身のクラウチが入ってきましたが左サイドには行かないですね。あ、右サイドですね。右サイドです、はい、あ、ここまで真ん中にいます。前に入りましたね。相当にこう背の大きさを伺わせるクラウチ。1戦2戦目はベンチに入っていなかった選手です。これ画面から捉える印象だけですが1メートル90センチくらいはありそうです。坂井に対するファウル。ちょっと前からのディフェンス来てますしね、3トップ気味にこうなってますんで、一つこうラインを突破すればビッグチャンスが来ると思いますよね。日本はハンド4分に小野のゴールで日本は追加点、2対0とリード。まあ、日本守りに入るにはまだ早い段階ですがオフサイドです。ちなみにアメリカ戦でリードをした場面で守備を固めるときには小野に変えて舵を入れて、舵を右サイドに置いて7番の酒井を本来のポジション、ディフェンシブな位置に置きました。イングランドはこの試合たとえ勝ってももう決勝トーナメントに進出することはできません。さあチャンスになる日本だ。元山だ。あっと今のはディフェンスに入ったでしょうか。そうですね、後ろから来た選手がやはりあの辺はそのイングランドのディフェンダーらしくですね、まあ、本山君裏に飛び出しましたけどいい動きですよね、後半初めてのコーナーキックは日本。低いボールできた。もう一度小笠原、酒井、小笠原、もう一度酒井です。そうですね、サイドを変えます。石川、先制ゴールの石川です。中に入れてくる。まもなく後半の10分になります。2対0日本リード。一次リーグ E 組の最終戦、日本は勝つか引き分けで決勝トーナメントです。この前2大会連続してベスト8の日本、選手たちの目標はその成績を上回ることです。このさあ本山だ。この本山の2列目からの飛び出し、はい、再三目立ってますね。そうですね、本山君はあのアジア予選の頃からですね、非常にいい仕事してますよね。アジア予選では得点王にもなりました、はい、本山です。まあ、代表選手はその暑さとの戦いというのがですね、さあ小笠原が前に上がっていった、はい、その小笠原だ、チャンスになるシュートは、あっと犯してしまった。ワンタッチでの右足のシュート、ワントラップしての右足のシュートでした小笠原。しかし小野からのボール、いい形でした。いや、このボールももうパーフェクトですね、今あのファーストタッチで小笠原君いいとこにボールを置いたんですけどね、ちょっと抑えが効きませんでしたね。イングランド、ここでまた選手交代です。16番のクーパーに変えて14番のディフェンダージェームス・チェンバースが入ります。先ほど7番のクラウチを入れて少し前線に人数を割いてきているイングランドですが、前半は 4-4-2 のシステムだったイングランド、スリートップにしたみたいですね。さあまた日本だ、本山から高原、高原から浮かして
最後前線に上がってきたのは中盤の底守備的ミドルフィールダーの遠藤です。本山から高原、そして中盤の底から遠藤の攻撃参加。2対0とリードしている日本です。その日本のコーナーキック、こちらからは小野、一番手前に辻元、落として高原、あっと得点は前半40分に石川間接フリーキックから、そして後半の4分に小野のループシュートで日本2対0とリード。ただ代わって入った7番のクラウチですが、そのクラウチをまだターゲットにしてのパワープレーという感じではイングランドありません。そうですね、クラウチオフサイドです。フラッグ上がってます。ただ今の場面は加藤さんどうなんでしょうか、日本のラインの押し上げが功を奏したんでしょうか。そうですね、今ちょっとラインが揃ってなかったんでヒヤリとしましたけどね。むしろオフサイドに救われたという日本の今のディフェンスでした。高原、まあ、日本3バックで相手3人来てますんでね、まあ両サイドのハーフはやはりこう絞り気味にならないとですね、シュート機会作れないですから。まあ、ですので人数でいうと相手の前線が3人、日本がディフェンス3人と、まあ、1対1で応対するような格好になっているわけですね。はい、まあ、遠藤君も前にいますし、両サイドハーフはですね、やはり逆サイドが絞るという形作れますからね。ここに11番の遠藤です。奪って日本、高い位置からプレスで奪いました。そして大きく逆サイド、石川からと小野の大きな展開力のプレーでした。そうですね、今いいサイドチェンジでしたけど石川君珍しいですね。非常に精度の高い左足のキックを持っている石川です。その石川の間接フリーキックから日本は前半の40分に先制ゴール。今を見ていてもだいぶこう右サイドの酒井が中に絞っているような格好でしたね。はい、今手島君が競りに行った時、辻元君が後ろにきちっと残ってましたからね。こう辻元がカバーリングを取れるようなポジションにいて、代わりに右サイドのスペースを酒井が埋めていました日本です。ちょっと肘が出ました、危ないプレーでした。遠藤、ただ遠藤の特にケアする選手ということではおそらく17番のベルナザあたりになるんでしょうが、あまりその遠藤にとって脅威になっているという印象ではありません。そうですね。さあ早いテンポでボールが回ります。日本のペース、ゴール前に入れてくる。あ、戻って酒井のディフェンスです。ここは辻元、そうですね、今いいカバーでしたよね。3人のラインディフェンスの右サイドを担当しているサンガの辻元、中央はサンガの手島、左がアントラーズの中田です。守備的ミッドフィルダーはサンガの遠藤、右にジェフの酒井、左に途中出場筑波大学の石川、攻撃的な中盤にレッズの小野とアントラーズの小笠原、その前にアントラーズ本山、トップにはジュビロの高原です。高原がこの位置です。囲む日本、ゴール前に送ってくる、南が出ます。
いい判断です。これはいい判断ですね。さあ逆に日本のカウンター、小野、元山に送ってくる。さあ逆に高原だ、わずかに及びませんでした。しかしこの今の南の判断ですね。そうですね、あの辺がやはりキーパーが出てきてですね、確実にキャッチしてくれるともうディフェンスは楽ですよね。もう J リーグでもレイソルですっかりレギュラーとして定着をしました南。そうですね、こういうふうにワンタッチで、いい展開ですね。このあっと余裕も出てきた。右のアウトサイドでディフェンスラインの裏へ石川。このを中心にしてディフェンスラインを崩していきました日本。こういうエンドです。スキルフルな場面を、ナイジェリアの人たちはね湧きますね。あの前半の途中にもありましたが、はい、ナイジェリアで今のようなプレーをする選手ということになりますと、ナイジェリアのフル代表のオコチャあたりがですね、はい、あの独特のリズムといいますか、そうですね、変幻自在なドリブルを見せますが、はい、まあ、カヌーなんかもそうですね、初戦はやや不安定なところを見せてきた南のキックですが、この試合はまだ南には不安定なプレーは全くありません。だって日本、浦沢ら富山、遠藤、あ、遠藤がだいぶ前に上がってくるようになりましたね。そうですね、山本コーチの顔が見えます。その向こうにトルシエ監督、山本コーチは前回ベスト8チームの監督、さらにその前、前々回もベスト8チームのコーチを務めていました。小笠原君をちょっとこうディフェンシブの方に持ってきてますね、はい、今ここで小野がキープをしてその手前に小笠原がいます、はい、ここですね、ここです、はいはい、そして遠藤、さあ右に酒井がフリーになってます。後ろから石川狙ってきた、得意の左足で狙ってきました。先制ゴールはこの石川の左足から日本。イングランドの中盤は完全に疲れてますね、運動量がもうガクッと減ってますから。ただ日本もですね、はい、ここ2試合はこの後半の15分を過ぎたあたりから足が止まるケースが目立ちました、はい、しかしあのイングランドほど極端ではないですからね、相当やはり疲れてるみたいですね。しかもこの試合はイングランドは前半からだいぶ激しく日本の中盤に対してプレスをかけていました。もう決勝トーナメントに進む見込みのないイングランド、もう日本はこのまま勝つか引き分ければ決勝トーナメントです。勝てば日本は E 組の1位になって、引き分けた場合には E 組の3位での決勝トーナメント進出です。さあプレスで奪ってイングランド、ミドルシュートに来た、ただおそらく今のは枠の中に入っていたとしても南が反応していたと思います。そうですね、まあ、ちょっと南くんブラインド、ディフェンダーのブラインドになってたかもしれないんでヒヤッとしたと思いますけどね。日本ボールです。
この遠藤が小笠原と変わって少し前にポジションを取るようになったんでしょうか。後ろに2人いてですね、交互に出ていってるような感じですね。なるほどなるほど。ここが日本は最終ラインです。3人のラインディフェンス、そして今は小野がボールを受けに行って、手前に小笠原、ここが辻本です。そうですね、右に酒井。この酒井の運動量も日本チームを支えています。富山、小野、もう完全に小野はフリーになっています。さあ裏に送ってくる、キーパー出ます。もう全く小野に対するケアができない状況ですね。そうですね、もう本当早くボール回されるともうイングランドの中盤プレスがかかりませんね。したがって日本にとってはイングランドのパワープレー気味のロングボール要注意。ここまで2試合連続得点、今日はまだ得点ありません。さあ裏から抜けてくる本山、さあ高原へ、やっと。ただ日本の中盤からのボールがイングランドのディフェンスラインの裏に面白いように通ってます。そうですね、本山、もうイングランドの中盤から後ろのディフェンスは全く機能していない状況です。手島のファウルです。ただ最終ラインがあの位置でディフェンスができます。日本さあ裏に通ってくる、7番は交代出場のクラウチ、入ってくる、突破してくるがホイッスルありません。ここで逆にイングランドのファール、日本ボールです。高原、この後半のこの時間帯になって高原もだいぶ中盤に下がっての守備の意識も出ているようですが、あ、そして交代なんでしょうか。今小野が自分のことを指すようなジェスチャーが見えましたが、第2戦は小野に変えて舵を入れています。あ、そしてその舵がどうやらスタンバイしているようです。アメリカ戦第2戦は小野に変えて後半舵を入れました。おっと、これは狙ってきたんでしょうか。ゴールキーパーが前に出ていましたので、アメリカ戦では日本は小野に変えて舵を入れて、舵を右のアウトサイドの中盤に入れて、そこにいる酒井を中盤の守備的な位置に入れました。遠藤と酒井で2人のディフェンシブなハーフというシステムにしました日本です。あるいは日本にとっては攻撃の切り札的な存在のバンドもいますが、あ、やはり舵が交代です。あ、11番です、遠藤との交代です。ということはやはりまた舵は右サイドですので、舵を右に入れて酒井を守備的な位置に入れてくると思います。稲本が依然として出場できない状況で、この遠藤のですね、加藤さん、今大会ここまで3試合の、はい、特に今日の出来ですが、そうですね、今日はあの本当ディフェンスラインの前でですね、しっかり仕事をしてたと思いますし、まあ、後半も何回か前に出てきていい飛び出ししてましたけどね、稲本君がちょっと怪我で出場してませんけども、その穴をですね、十分埋めてますね。そして日本の体勢を見ますと、酒井が中盤の守備的な位置にいて、その前に小野と小笠原ですので、ディフェンシブハーフ2人ということではなくて酒井1人ということなのかもしれません。日本ボールのスローイン、
日本の先制点は石川のフリーキックからのゴール、そして後半に入って小野のループシュートで追加点、2対0と日本リード。この試合が終わって日本が決勝トーナメントに進みますと、次の試合は現地時間の14日あるいは15日に行われます。中3日あるいは4日でのゲームということになりますので、加藤さん、体力的な消耗の激しい選手はそろそろ交代ということもどうなんでしょうか。そうですね。さあ、長身のクラウチ、後ろからミドルシュートに来た。6番のマーフィーだったでしょうか。相当でかいですね。ほとんどジャンプしてませんからね、今もね。ポストプレーをするような形になりました。7番の途中出場のクラウチです。イングランドの後半もいくつかシュートがありますが、いずれもミドルレンジからロングレンジでのシュートです。ドリブル得意、左サイドのエザリントン、カジ、さあ高原です。今日はまだ得点のない高原、勝負にかかる。イングランドはだいぶ前線と中盤より後ろの間が空いてます。イングランドボールです。岩沢のファール。日本はここまで2人の選手交代、もう1人選手交代することができます。長身のクラウチ、ようやくクラウチが加藤さん前線でポストのような役割をこなせるようになってきましたね。そうですね。しかし相当、中盤はやはり疲れてますね。またクラウチです。それに対する日本のディフェンスとしての関与のポイント、どんなことになるでしょうか。最終ラインは全く問題ないですね、今のところはね。さあ、カジノ応対です。カジノ応対、中に入れてくる。よく入りました。小野のクリア。まもなく後半30分です。2対0、日本リード。イングランドボールです。で、日本チームですが3人目の交代が準備されています。15番のベルマーレの高田が準備をしています。スピードのある高田、出場すると今大会初出場ということになります。日本は前半の途中に筑波大学の石川を入れて、その石川が先制ゴール。後半に入って遠藤に変えてセレッソのカジが入って、そして今ベルマーレの高田がスタンバイしています。さあ、交代出場のカジです。後半30分を回ってます。2対0日本リード。1次リーグ E 組の最終戦です。あっと、後ろから行きました17番のベルナザです。ベルナザに対してのイエローカード。1戦目のアメリカ戦ではこのベルナザがだいぶ攻撃の方を組み立てるという場面が目立ったんですが、まあ、イングランドの中では、これは山田君後ろから行ってます。その後、着地も痛かったと思いますけどね。
この選手だけがイングランドの中で変化をつけれる選手かなと思いましたけどね。そして今本山に対しては担架ではありませんが車が入りました。そしてベルナザは左の手から血が流れていましたのでその止血に向かいました。そしてここで日本交代です。本山に変えて交代です。この本山の交代というのはあるいは当初からの予定だったでしょうか、この怪我によるものでしょうか。スタンバイをしていた高田康則が入ります。スピードのあるフォワードの高田、今大会初めての登場です。本山に変えて高田。これで日本は再び高原、高田の2人のフォワードというような形になります。加藤さん、2対0で後半30分を回って、はい、今本山は怪我をする前から交代準備していましたがこの交代の考え方というのは、まあ、2-0 というのはですね、おそらくもうセーフティーリードだというふうに考えていると思いますよね。さあその高田抜けてくるチャンスになる高田、まあ、こういう中でやはりそのこういう試合のなんていうんですか雰囲気というのをですね、やはりベンチのメンバーにも経験させるという意味もあるでしょうし、まあ、高原君、本山君、活動量がどっちか落ちた方を変えようと思ってたんじゃないですかね。そしてイングランドも3人目の交代、9番のダドリーに変えて3人目の選手交代です。ただこのダドリーも前線でほとんど目立つことができませんでした。しかし本当に疲れ切ったっていう表情で出てきましたね、今ね。12番のアダム・チェンバースが入ります。登録上はディフェンダーの選手です。さあ3トップだったイングランドですがこれでどういう形になってくるでしょうか。変わって入ったアダム・チェンバースが今ボールのそばにいました。右サイドにいますよね。対例日本リード。まあ、これ高さありますからね。7番のクラウチ要注意、飛び込んでくるヘディングシュートは助かりました日本。ポストのわずかに左、やはりこのイングランドの高さは要注意。そして日本の選手が1人倒れてます。今の場面4番のライトのヘディングです。日本の選手ちょっと倒れてましたけど大丈夫ですかね、今ね。まもなく後半も35分になります。マーフィーが入っています。おっと後ろから足がかかりました。酒井、イングランドボールのフリーキックです。ゴールまでの距離が 22-3 メートルといったところ。さあ右足ならば15番のニコルス、左足ならば11番のエザリントンですが、イングランド十分に直接狙える距離です。日本のゴールキーパーは南。さあ右からでしょうか左からでしょうか。直接来ました、右で来た。15番ニコロスの直接狙ってきたフリーキックです。イングランドは今大会ここまで依然無得点。日本にとっては
ペナルティエリア近くでのフリーキックは要注意です。代わって入ったアダム・チェンバース、酒井君は本当に今、いいディフェンスしましたしね。あのカメルーン戦の先制点のアシストも酒井、そしてアメリカ戦の3点目のアシストも酒井でした。ウェザリントン対応するカジ入れてくるがゴールキックです。相当やはり疲れてますね、あの現地からの情報ですとホテルにいるイングランドの選手たちは非常にこう暗い疲れ切った表情をしていて、練習の合間にはグラウンドに横になって休んでいる選手もいるぐらいだという現地からの情報ですが、まあ、こういうところでやる時の暑さ対策っていうのはですね、ほとんどやってなかったんですよね。イングランドチームはプレミアリーグの主力レベルの選手たちはほとんどいません。わずかに数人がそのトップチームにエントリーされている程度。まあ、それにしてもですね、まあ暑さでペースダウンしますけども、やはりイングランドの選手はかなりそのペースダウンの幅がですね、大きいですよね。それはどうなんでしょうか、2点目を捉えた精神的なものというのもあるんでしょうか。いや、まあ、この大会ですね、まあ、今日で3試合目ですよね、はいはい、1週間で3試合目、はい、その間やはり相当やはり暑さには参ってるなという感じは受けましたもんね。まあ、メリハリの効いた動きっていうんですかね、そういうのはほとんど見られないですから、普段まあ涼しいところでやればですね、もう少しやはり活動量も多いでしょうし、いいサッカーするとは思うんですけどね、まあ、日本チームも2月にこのナイジェリアの隣のブルキナファソに遠征、そして試合をして、危ない日本、そのあたりこの暑さに対して体の備えをするという準備をしてきましたが、はい、それはある程度効果あると思いますよ、まあ、循環が早いっていうんですかね、2回目行った時には、2点目を決めている小野に対するファウルです。さあ、まもなく後半40分、このまま日本が勝ちますと日本は E 組で1位となって決勝トーナメント進出、まあ、その場合には決勝トーナメントの1回戦では D 組2位のポルトガルと対戦することになります。まあ、ここまで来たらもう勝ちは間違いないと思いますけどね、さあ決勝トーナメントへ向けてその視界が大きく開けてきている日本、高田に対するファウルです。代わって入った高田は交代早々に一つディフェンスラインの裏にスピードで抜けていく場面がありました。持ち味を見せましたが、左サイド先制点の石川からミドルシュートに来た、もう手元の時計では残り5分を切っています。日本は前半の40分に間接フリーキックから石川、後半の4分に小野のループシュート、2対0とリード。もうここまで来たらですね、3点目よりももう0で終わるようにした方が、はいはい、次のやはり試合に向けて締まるような感じがしますけどね、今大会ここまで2試合いずれも日本は失点をしています。初戦カメルーンに2点取られて逆転負け、2戦目のアメリカ戦は1失点です。初めてこのままいけば無失点、
日本は勝てばアメリカ、カメルーンと勝ち点で並んで得失点差でトップに出ます。E組です。さあ高原がプレスをかけて、もう日本の決勝トーナメント進出は確定的です。手元の時計では残り3分。もうあとは1人が無理しないで、ワンタッチツータッチで早くボールを回したいところですね。石川が上がってきます。日本は前半の32分に永井に代えて石川を入れて、前半40分その石川の間接フリーキックからのシュートが先制点になりました。そして後半の4分には小野の浮かせたループシュートで追加点。そしてここまでイングランドの攻撃を無得点に抑えています。ボールを持っても出すところのないイングランド、逆に奪って日本。酒井です。そうですね、もうとにかく早くボールを回して逆サイドへ。手元の時計では2分を切ってます。今大会初出場、後半終わって入った 高田です。今イングランドボールになりましたけど、逆のような感じだったんですけどね今。もう場内のお客さんが帰り始めてます。まあ、そうでしょうね、もうね。日本2対0とリード。もう決勝トーナメントはすぐ目の前です。そしてここまで今日は無失点、まあ、ゼロで終わりたいところですね。あっと今のはどちらのファールを取るでしょうか。イングランドの選手の蹴った行為を取るのか、あるいは高田の非スポーツ的行為を取るか。退場じゃないですか。15番ニコルスレッドカード、2枚目ですよね。あるいはその多分イエローカードが1枚出て、まあ、2枚目で退場ということでしょうね。すでに前半に1枚イエローカードを受けていて、今のが2枚目の、この試合2枚目のイエローカードでレッドカードになったのか、あるいは蹴った行為そのものがボール行為で直接レッドカードになったのか。もうそしてこの時間後半ロスタイムに入ってます。後半のロスタイムは3分あります。この3分間日本は無失点で切り抜けてほしい。そうですね、1人少ないイングランドです。ここもオフサイドを取ってます。そうですね、今もラインがきちっと揃って上がってますから、今日はこのラインコントロールほとんど乱れがありませんでしたね、はい、1戦目カメルーンのパワープレーの前にディフェンスラインがずるずる下がってしまって逆転を許しました。2戦目のアメリカ戦にはそこをきっちり修正して思い切ってラインを押し上げていった手島中心のディフェンスライン、この3戦目もほとんどほころびを見せていません。もう決勝トーナメント進出の可能性のなかったイングランドを相手に1次リーグ E 組の最終戦、日本2対0とリード。後半ロスタイムに入ってます。このまま勝てば
日本は決勝トーナメント進出。もう3大会連続の決勝トーナメント進出は確定的です。このまま勝てば E 組の1位となって決勝トーナメントベスト16の1回戦は D 組2位のポルトガルと対戦をすることになります。この小野の加藤さん2点目が効きましたね。そうですね、本当にあれでもうしっかりチームが勝ちを確信したという感じでしたからね。逆に言うと小野をきっちり前半はある程度抑えていたと思うんですが抑えきれなかったイングランドの中盤のディフェンスです。ここはちょっと中途半端になった。ロスタイム2分を経過しています。ハンドです、小笠原のハンド。さあもう日本の決勝トーナメントへ残り時間はほとんどありません。後半の途中に長身の7番クラウチを入れてきたイングランドの攻めですが、この辺が最後でしょうからね。さあこのままいけば日本3戦目無失点で決勝トーナメントです。さあ南よく反応しました。南いいプレーでしたね。今日は再三南好プレーを見せています。いやこれも本当にようやくイングランドからするとこのクラウチの高さを使って、まあ、入ってますね、これはね。さあもう一度クラウチです。ここはまた日本の最終ラインがきっちりラインコントロールをしました。今日はディフェンスとの南との連携ミスもありませんでした日本。3大会連続の決勝トーナメントへ、もう残り時間は秒単位です。先ほどの南の好プレー、高田のオフサイドです。ほとんど時間がないでしょうからね、この辺が一番大事な時ですよ。失点で終えることができるでしょうか日本。酒井、カジ、もう4分半のロスタイムを見ています。これも危ないプレーでしたけどね。もうロスタイム5分になろうとしています。そうですね、場内に表示された時間は3分でした。かなり長いですね。ここでまだファールを取ります。まだ試合終了の長い笛はありません。もう日本のしかし決勝トーナメント進出は決定的です。おっとここも高田のスピードが行きました。そうですね、それにしてもちょっとロスタイムが長いですね。非常にこうもどかしく感じます。3分の表示でしたからね。そしてここでようやく試合終了。日本E 組の1位で